れ様です。今日はスーパーグレート V、 スーパーグレート V に乗ってちょっと当日の横持ちしてます。こんな感じです。外見ハイルーフです。風防はないです。車高灯は4連がついてます。前もこれ乗ってんけど、前俺が乗ってから誰も乗ってなかったみたいやわ。なんか新品の部品がついてます。ちょっと何やろな、分からん、分かりかねます。300リッターが2個、アルミのタンクついてます。こういうのとかも全部高価なやつがついてます。ちょっとゴリゴリって言ってる。さあ、じゃあちょっとスーパーグレード V を、ちょっと内装紹介したいと思います。乗り込みたいと思います。これ書いたら俺洗わなかね。じゃあお邪魔したいと思います。じゃあ乗り込みます。このスーパーグレードは2段ステップです。よいしょ、ちょっとステップとステップの間が、よいしょ、間があるから、よし。じゃあこれが内装です。じゃあこれも前の人がつけてくれとったんかな、シフト。これ今回のマニュアル車です。マニュアルちょっと大変やった、乗る。そう、スーパーグレード V はスイッチ類がここにあります。こんな感じです。今回のこれはハイルーフです。ハイルーフになってます。前にもスピーカーがあって、ほんで後ろにもスピーカーがあります。4つありますね。あとこの日差し、日よけ、このサンバイザーか、サンバイザーん、なんていうのこれ、バイザーがここと助手席にもあんねんけど、真ん中にもあんねん。これすごい。これこれね、よいしょ、トラック後ろ見たら何気にこれチクレがついてるんですよ。わかるかな、これチクレのあのエアコンがついてます。こんな感じで、ということでチクレがついてるんですよ、このトラック。何気にチクレがついてました。よいしょ、あと、はい、センターコンソール類です。この辺ちょっとこれ焼きそばパン、よし、はい、じゃあちょっとこっち移動してください。はい、あ、これ冷蔵庫なん？あ、なんかこれ蓋開けたらなんかちょっとちゃうなと思って、何かなと思ったんやけど、これなんか冷蔵庫になってるみたいですね。ちょっとこれ中の荷物出してみますね。これあのコンビニでもらえるウェットティッシュがいっぱい入ってて、多分もうこれ乾燥して使われへんと思う。あとで捨てよう。よし、あ、ここにスイッチありますわ。クールとホットと切り替えがあります。ここも収納で、ここは収納ではないんですよ。ここはね、ヒューズボックスになってます。ヒューズ。まあ、ちょっとこれ僕ら触るようなヒューズじゃないんで、です。こんな感じで。あ、助手席側も、内側のドアノブ、あの、黒っぽいメッキが入ってますね。です、です。こんな感じで。はい。今回乗ったスーパーグレート V の、内装紹介でした。ちょっとびっくりしたのがチクレがついてるので、ひょっとしたら上級グレードかもしれないですね。じゃあ今日はぼちぼち終わります。もしよかったらいいね、してください。あとチャンネル登録もよかったらお願いします。ですです。じゃあもうちょっと頑張ります。はーい。お疲れ様でした。ほぼ中でした。ポチッとな。これミラー。電動やね、めっちゃいい。